まるごと必勝チャンネル司会の小泉恵美です。今週もよろしくお願いいたします。そして今週は丹下さんと中西さんと3人でお送りしていきます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。先週は問題が素晴らしい末脚でしたね。牝馬3冠を決めましたが、今週は牡馬クラシック3冠の最終戦菊花賞が行われます。印象に残る菊花賞っていうと、お二人はどんなレースになりますかね。菊花賞ってね、競馬ファンになる、きっかけっていうのはみんなそれぞれダービーだと思うんだよね。一番そう鮮烈で、ああ競馬って楽しいもんだなと思うのはダービーだと思います。だけど馬券予想してて、あこれは面白いな、競馬の面白さみたいなのをね、菊花賞で、例えば馬券が当たったとか、予想が当たったと思うんですけど、そういう私1988年、武豊ジョッキーのスーパークリーク勝ちました。だが勝ち馬ではなくて2着の学園ツービートで馬券取っちゃったそういう意味で菊花賞ってなんか馬券っていうんでいい、馬券予想っていうか味わいあるよね。はい、やっぱりなんかあこの馬見抜けなかったなっていう、そういうなんか予想のドラマもありますよね。見抜いたなっていう喜びが丹下さん今そういう話そういう中西さんの中西さんはどうですか。僕98年ですか、セイウスカイが勝った、楽勝5馬身差でしたかね、だったんですけど、僕も、セイウスカイというよりは2着のスペシャルウィーク、後々天皇賞春とか勝ちまして、ステージャーの資質もあったと思うんですけど、なんであの時あんなに負けたのかなって考えると、やっぱりちょっと豊さんがちょっと初距離で大事に乗っていたなという印象があって、スタミナ大丈夫だから強気に行くっていうのと、ちょっと大事に乗るっていうので、やっぱりこう結果も変わってくるかなという、僕の中で教訓になった菊花賞。菊花賞を馬券で勝ったら競馬がもっと好きになるかもしれない。ちょうどね、確かに88年98年、で今回18年ですからね、ということで今週はですね、その菊花賞を中心にお届けしてまいりたいと思います。出走メンバーはご覧の通りです。それでは早速このコーナーからいってみましょう。菊花賞をポイントで解説、お二人に菊花賞を予想する上でのポイントを伺っていきたいと思います。まずは丹下さんから、どういう方になりますか。ポイントは今年の菊花賞は、ステップレース、主要レースである、セントライト記念、あとは神戸新聞杯の上位入選馬が出てきてるんでね、普通に言えば、トライアル組、近年の菊花賞っていうのはやっぱ、春の強かった馬が、ステップレースで順調に来たらいいな、それを叩き台にして組み立てればいいなっていうふうに決まってはいるんですけれど、でも今年はなんかね、夏の上がり馬ってちょっとなんか最近は使い古された感じもしなくはないんですけれど、新潟中京の 2000m あたりの馬たちも今年なんかメンバー強いのがいるんじゃないかなとは思うんだけれど、でも僕は最終的には純正ステイヤーっていうのは今年はいるんではないかなと思います。僕はちょっとデータ持ってきたんですけれども、過去11年のデータなんですけど、なぜ過去11年かというと、神戸新聞杯が 2400m になったのが2007年からなんで、そこからなんですけど、前走の距離が 2000m 以下、 2000m 含めた 2000m 以下か 2200m 以上のレースかっていうところで、成績を分けたんですけど、過去11年で 2000m 以下は、39頭出て1着1頭2着1頭だけ、勝ったのがスリーロールス、ダンスインザダークの子、ザキ歌唱決闘ですよね。でレインボーラインが2着、ステイゴールド3区で、札幌記念3着から来たんですけど、
まあ、レインボーライオンも天皇賞春勝ちましたし、まあ、後々ステイヤーとして、頭角を現すというかね、なんですけど、基本的には 2000m 以下を前走走ってるのは厳しい、うん、なんで 2000m 以下だったのと、菊花賞を狙ってるならなぜそこなのかっていうところなんですけれども、まあ、その中にもこういう2頭いたように、実はステイヤーの資質もありますっていう馬も中には隠れているんで、うん、まあ、その馬を、2000m 以下走ってた馬をどう判断するか、 3000m も大丈夫なのかどうかっていうのは、ハードルは高い、でも超えられる馬はいる、それを見つけ探したいというか、あの、精査したい。1着2着両方心当たりますと、これはあると思うんですよ、あの 2000m 以下。では次のコーナーに行きましょう。菊花賞の出走前馬をお二人に金銀銅の札で占っていただきます。京都の 3000m を舞台に行われる3歳3冠の最終戦、今年も好メンバーが揃いました。それでは行きましょう。アイトーン狙う時あるよね。まあ、はい、そうですね。福島記念、新潟大賞典、2000m のオープン特別、うん、逃げ切り、僕も中距離の方が狙いの馬なのかな、うん、グレイル、ここでオッケー。お、中岸さんがどうで、丹下さんはここで爆弾。あの、春よりはいろんな意味で肉体的にも精神的にも成長はしてるんですけど、だけどどっかこうコーナーあんまり曲がってはいけない、人気になってこう動いていってまくって勝つっていうのなくて、最後の差し足直線勝負の目だと思うんですよ。で、菊花賞って多分勝てないと思うんだけれど、直線外からあー惜しいなって言いながら、2番手に粘ったようなところでなんか外から一頭来るシーンがあるんですよね。一頭にならないと思うんですよ。レンアナという意味で、ね、距離伸びた方がレースはしやすいのかなと。あとはもう、もつれる展開待ちかなとは思います。ブラストワンピース上がります。じゃあ金に近い銀ですか。はい、です新潟の 2000m から、菊花賞直行っていうのはこれ異例のローテーションだよ。歴史を変えるのか。そうですね、だけど、まあ、その可能性はとても高い、うん、才能のある馬だと思います。左回りはいいと思うけど、京都の 3000m は黙ってても内が空きます。エゼルジョッキー知ってます。この馬に関しては僕は距離は問題ないと思いますし、強いと思います。まあ泣く泣くというかね、どうにしましたけど、かなり有力だと思ってます。3着4着以下に負けないような気がするけどね。ジェネラーレウーノ、いや分かんないいやいやそれはあげますよ、ね、いや謎ジェネラーレウーノね、あのどういう乗り方するのかも難しいですよね、うん、想像する。凡走がないし距離も何も悪くないし、はい、馬っぷり血統全て悪くないんだけど、うん、なぜだろう本命しないのは。仙台の記念ね、はい、結構差し競馬というか、ね、先行馬総崩れだったんですよ、はい、だからその中で粘った、それこそがこの馬の、まあ、真骨頂というか、まあ、肉を切らせて的な、うん、あの競馬をして、活路とは思うんですけど、うん、なかなか評価も難しいなと、はい、みんながねこういうふうに甘く見てるとやっぱり、あ、そうですね、いつでもね、そういう馬かもしれないですね、そういう方、こういう方が、はい、逆にいいかもしれない。そうです、うまいわ。そういうのを買います私は、うん、エポカ道路、ここはお二人ともどう。パンチ力というかなんかこう決定打というかね、なんかこうあの馬はその自分のこうこれが自分の武器だっていうのがあんまりないような気がして、うん、なかなかこう勝ち切る競馬ってちょっといろいろ条件がつく馬なんではないかなという、人気にもなりまして逃げるとしたって、はい、なかなかこう簡単ではないだろうと思います。ダービーはね負けて一番強かったのはやっぱエポカドーロだと思うんですよ。あとはイメージの問題ですね。
僕の個人あくまで個人的な見方ですけど、ポコ道路はちょっとなんか体が背中が縮んだんじゃないかなのような気がします。でも暴走ないね、距離運んでもね。名称鉄痕、過去10年の神戸新聞杯で、まあ、勝った馬もしくは0秒2歳以内で、3着だった馬12頭いて、6頭勝って2着が2回、3着1回、12頭中9頭が馬券に絡んでると、まあ、この馬にも、なんかこうたまたまではなくそこにちゃんと収まってるなと僕は判断したので、伏兵です。新潟福島G3 1800-2000m、ね、あと2年したら5勝ぐらいしそうだよね菊花賞の G1 じゃないなタイプとして。ユーキャンスマイル、ここで動画上がりましたので、はい、割と積極的な、はい、どうです、前走阿賀野川特別、はい、2分10秒9、内回りコースで時計が出にくいのに、まあ、11秒台をずっと刻んできた武豊ジョッキだよ、どうしたの？怖いです、かなり迷いました、あげようか、母父ダンスインザダークと、あ、またもうそういう時代だったんだそっか、かなり怖いんですけど、あちょっと、泣く泣くですね。カフジバンガード、ちょっとね、いろんな距離使ってるんですけどね、青葉賞が9着でちょっとね、内容悪かったと思うんですよね、長くなっていいとはちょっと思わない。エタニオ、ここで丹下さんの金、菊花賞を見越して、2着に負けたんですけれど、神戸新聞杯から、菊花賞向けに語ってきました。やっぱ神経質なんですよ性格ね、エンジンの点火に、まあ、気分的なもの肉体的なものじゃなくて、そういう手間出るところがあって、一勝です、2着5回神戸新聞杯はステップレースだけど自信満々でね、ショート数のシンガリッキだけど、あ、これはという、僕はレース内容をしたと思います。エタリオの33秒9っていうのは、もう菊花賞はいける、大体いけるんではないかな。ブリンカーしたり、チックピーシーしたり難しそうに見える馬なんですけど、お目目はキラキラ、まあ、もうね、金に限りなく近い光った銀なんですけど、はい、ステイゴールドサンクって、まあ、G1 でいうと東京の G1 っていうのが勝率が抜けて悪いんですよ。ステイゴールドサンクが得意ではない東京、はい、いわゆるイコールダービー、でダービーでと、0秒2歳以内もしくは勝ったステイゴールドサンクって、まあ、エタリオそうなんですけど、はい、それ以前でいうとオルフェーブル、ゴールドシップ、フェノーメノなんですよ。その3頭しかいないんです。でまあ、オルフェーブとゴールドシップは菊花賞勝ってますし、フェノメノはセントライト記念を勝って天皇賞秋行っちゃったんですよね。ゴールドシップと同じ年なんですけど、あの馬出てたらワンツーだったんじゃないかなと僕は思うんですけど、ゴールドシップと。でそれだけステイゴールド3区でダービーで構想したというのは非常に価値があって、もう菊花賞は今度逆に自分の庭ぐらいのもうイメージで、まあ、構想すると思うんですけど、ちょっと他にね、僕狙いたい馬がいるんで、はい、いや、勉強になりますよそうだよな、なんで気にしないんだよアフリカンゴールド、あ、ここで札が上がります。ステイゴールド3区なんですけど、はい、1000万の前走ラスト11秒5で、まあ、楽勝大楽勝だったんですけど、3000m っていう距離に対してはこのまま僕は不安はないんじゃないかなと思ってて、前走のね、兵庫特別でね、もう菊花賞に行きますっていう宣言してたよね。お兄ちゃんドバイワールドカップ、構想してるんですよね。なのでね、これは狙ったコズミックフォース、まあ、僕はちょっとね物足りないかなと、セントライト記念、なかなかこうメンバーが揃ってる中で、はい、怖いけれども回らないっていう感じですかね。ピエールマン、僕は能力的にはかなりの馬だと思うんですけれども、まあその距離ですよね、やっぱり大事に使っていくっていう馬なんで、それはでも馬にとってはいいかもしれないんですけどね、やっぱり G1 を勝つっていうと、やっぱりまだそこがやっぱり弱みではありますよね。前走勝ってれば
3連勝できたら奇跡を起こす馬かもしれないよね。だけど微妙に2着に負けてるっていうのはタイムフライヤー良くなったよね。少しそう思います。腰のハマり、神戸新聞杯のパドックを見て、はい、ここで振り上げられるほどではないなと、万が一、大雨が降ったら、知らん顔してちょっと買ったオムは異様にうまいかもしれない。グロンディオーズ、お、グロンディオーズで走るたびに、まあ、鋭さ加わって、強みが強さが加わってっていうのは僕は奇跡と被る、距離伸びた方がいい決闘なんで、まあ、このルーラーシップっていうのは、今後菊花賞に向けての新しい、主流というか、常に毎年注意する馬が出てくるんじゃないかな。あ、それ先に言った板間勝ちだよねルーラーシップが菊花賞一番のダンスインザダークとかあったよね。オーケームーン、なんか成長はしないよね、リット入球で頑張ってるんですけどね。ステイフーリッシュ、いるね、ステイゴールド、最後の最後にステイゴールド3区が主馬として引退するときに、みんな一番いい馬つけようぜっていう花向けの、今年は3歳なんですよ。なんか僕は前走もうちょっとこう成長というかね、馬体ももうちょっと戻ってて欲しかったなと思います、シャルドネゴールド、もうステイゴールドの、ピッカピカの繰り毛、もうデビューした時から菊花賞に行くだろうって、というそういうタイプのね、馬だったと思います。他に強い馬がいるか、同じステイゴールド3区とか長距離決闘でも、グローリーベイズ、あ、ここで通り理屈で言うと新潟1分56秒6というのは時計的な意味では電子さんの理屈になります。僕はもう距離です。距離がこのままちょっと僕は中距離かなと思います。じゃあやめようか柏木さん、小牧さんの予想も加えた皆さんの金銀堂はこちらです。さあ、それでは馬券の買い方伺っていきたいと思います。エタリオではなくてブラストワンピース二等軸、三連複はね、ほぼ二等軸で硬いな。これエタリオとブラストワンピースの二等軸、相手をね、五等にすれば五点買い、簡単だねこれ、いかに五等を選んで、三連複だったら二等軸の五等、三連打だったらフォーメーションで、エタリオブラストワンピース一着二着固定で、やっぱ相手は5頭ぐらいじゃないと、サメタンだったらそっと10点買いかな。続いてが中西さんのグロンディオーズ、はい、僕はグロンディオーズとエタリオーの2等軸の、3連複か3連単のマルチか、フォーメーションか、ちょっとそこら辺のはあれですけど、まあ、2等軸のイメージで 3連ものを買いたいです。そっちの方つけるな皆さんの馬券検討の参考にしてください。では今週の一押しの馬を丹下さん、そして中西さんに紹介していただきます。まずは丹下さんから伺います、はい、